昨日あれ映画あれ見ましたあの「正しい欲」って書いて性欲のやつあの五郎ちゃんがさなんかこう子供にサイコパスの説教するみたいなやつ見てちょっと見てみたいなと思って飛ばし飛ばし見ましたけどね日常の胸くそ感をエンターテインメントしてる感じだったねあーでも楽器のところはもう途中から飛ばしてたなもう五郎ちゃんのシーンでなんか嫁さんとどうもめるかとかだけ見てたなもう なんか二軸で進んでいくんだけど片方の軸にあんま興味なくなっちゃってあのあれみたいなシンボルみたいな <laughs> 松本さんの映画飛ばしいやもうガンガンよそ映画ってさあのみんなが人生かけて一生懸命作ってるじゃんだから雑に見るほど気持ちいいじゃんあんな一生懸命ロケとかいろいろ合わせてもういろいろ頑張っていろんな人の手,手とも魂でいろんなものを詰め込んだものを雑に見るっていうねうん 極上の快楽ですからねそうサッカーとかもね大金持ちがねもう稼がなくていい人たちが必死に走ってるからねこれ <laughs> 理論なら見ないのがしか確かにいい相づちだねそれもう見ないのが最強じゃないですかそうそうそうあんなに頑張って作ったのに見ないっていうやっぱ興味持たれないのが一番辛いからねあれだこの 中学生の頃かな、やっぱり、シーマンに話しかけるの僕すごい好きだったんですよ。あの、ドリームキャストのゲームで、この、あれ、ゲームの中、水槽で飼ってるシーマンに、シーマンって彼女いるの、うるせえな、みたいな。あれだよね、今、生配信してる人みんな。シーマンだよね、急に深いこと言ったりするんだよね,ね、ちょっと顔もちょっと似てるしな、俺とシーマン。あ、シーマンってキーパーいたね、ロナルジーニョに、こう、上ね、通された。 アセナルのねねちょびロンゲ、ね、あのあれ笑いい飯の西田さんんみたたな見た目してんだよねこれ全部こうなってこうなってこっち側に流れが来てこれがこうなってこっち側に流れ来てこの交代がこうなってって全部台本に起こしてそれある程度覚えて動画で喋って切り張りしてあのちょっとあれテロップ的なのつけたりしてそれでサムネ作って毎日動画出してたやついるのすごいな <laughs> あの人いかれてんな。 もう絶対やりたくないもんなあれあれ見てサッカー好きな人いやありがとうございますいやでもほんと貧乏から抜け出すって大変なんだよなそう考えてやっぱそりゃ競合他者出てこないよなあれあれ毎日やるのえぐくない今もう一回やるのしんどいもんないほんと狂気の配信してたなって思うこれ一応全部さ理屈はその瞬間瞬間にこう生配信見ながら喋ってるじゃんこれを全部 台本で起こし直して覚え直してボードも使っててもまじ地獄だったの本当にあれプラス生配信すごすぎるうんで,でもねちょうどねシュアーブを始めて切り替わる時きつかったね練習終わったあとあれ作ったりとかしちゃうからな練習終わってゴール片付けてる時にこれから動画作んなきゃって選手に言ってていやしんどすぎますよそれっていう話やるしかないんだっつってそうだから ああそうそう、だから今日ね、そのプチカシマさんのアントニオ猪木という、教養というアントニオキな、んか本読んで思ったのが、猪木はどうやって格闘技を芸術にするかで悩んでたみたいな。で、それでタイガー・ジェット・シンっていう伊勢丹であの自分のことを襲わせて、世間的に話題にしてみたいな。で、試合持ってみたいなことをやってた,ただから今でいう延長商法みたいなのはもう猪木がやってたみたいな。な僕もやったことあるんですけど、あの、 今だから話せるけどさ、あの、プロ選手にさ、J スポーツのフットでやった戦術分析をこんなの終わった後になったら何でも言えんだよってインスタでディスられてみたいな。で、それをしっかり返してみたいな動画をさ、あるじゃん、今も、YouTube のチャンネルに一番再生数いってるから人気の動画のところやったらみんな見れるんだけど、あの時に僕は、うわ、やべえ、ディスられてるっていう感じはまあ人間なんでまず出てくるんですよ。 なんですけど、その時に思ったのが、もうこれを使ってあのビジネスにできたらかっこいいなって、その時に思ったんですね。で、その時に僕思ったのは、まず、ツイッターでアンサー返すみたいな。で、ちょっとみんなが注目するようになると。そしたらその日の夜の動画でそれをアップしたら、書道行くから、そっから再生数もあるし、そこでバシッとアンサー返せたらああ、自分の価値上がるなみたいな。ここで泣き寝入りが一番ダメ。なんでかっていうと、前言ったみたいに、世論が自分の味方してる時には黙って語らなくていい。 だから僕、あの、YouTube とか Twitter で顔出しもしてないさ、変な人たち言われても何も構わないじゃん。それはもう完全にこっちがさ、リスクを負って、その人間見せながらやってるから、こっちはドキュメントでやってるから、絶対こっちが勝つから。だからそれはもうほっといていいんだけど、ただ、向こうにはプロっていう肩書きがあって、言ってることがむちゃくちゃだったとしても、俺が負けちゃうんだよね。ってなると、これをしっかり返すことによって、逆転しないと生き残るか消えるかだったから、あの瞬間って。だからその時に、 あの猪木の伊勢丹ほどじゃ当然ないけど、ちゃんとツイッターでまず告知を打っといて、伊勢丹で、ね、イノタイガー・ジェット氏に殴られたっていうのを、あのインスタでプロ選手に殴られたっていうのをみんな見せて、それに対しての返しを動画でやってみたいな、あれが結局自分の動画の中で一番それ言って、あプロの選手にも引かないで言い返して、しっかりアンサー返せる人なんだなっていうので、一個残れたから、あれは良かったね。うん そういう風にプロレスから学ばせてもらうことってあまあこれはたまたま一緒だっただけだけど、でも結局、負けちゃいけない勝負どころってあるからね、人って。僕の場合はね、あの、いい話ばっかりするとなんか自慢話みたいに聞こえたら嫌だから言うと、お笑いでね、負けちゃいけない勝負どころで言うと、M1 準決勝行ったら敗者復活にも行けるし、業界の人見てもらえるのに3回戦までしか行けなかったから、その時の自分はなんで受けたのに、 で、その時に受けたけどいけなくて、それで自分の終わり迷って相方といっぱい喧嘩するようになって、それ会社の引き金になったんですよ。なんで、あそこは負けちゃいけないところだったし、やっぱり人間的に未熟だから、そこで負けたことによってブレるようになっちゃったんだよね。あのまま続けててよかったのに。で、そういうのを経験してるから、サッカー界に。 来たというかね、サッカー YouTube やり出したときには、ここ負けちゃいけないところだなって今までの経験で、そうこれをね、才能ない分、あの、質と量で実力したみたいな感じだからね。だからその、ふわっと入ってるの見えるけど、例えばね、プロとの討論のやつが中澤さんのやつも福西さんのやつもさ、ボコボコに言い返すじゃん。<laughs> あれなんでかっていうと、俺にとってはあそこが桶狭間だったりとか岩流島だったりするから、あそこ負けたら、プロが、 俺にあれされても、いや、プロなんだから、あ,れあいつは素人だから言ってることだって、こう、守ってくれる人がいいんだよ。でも、俺が負けたら、もう俺の仕事は全部なくなるから、こう、みんなの前で喋れないから、であそこは、もう、プロでも引いちゃいけないところで、で、結果、勝ったことは、まあ、あっちが動画非公開にして <laughs>、消してるんだけど、でも、それはね、プロと一緒にね、お客さんの前でサッカーやったときに僕は削られるでしょうから、下手くそな僕でも。でお客さんの前でプロと一緒にトークしたときに、 素人にふりしてるけど、しっかりそこは叩き潰さなきゃいけないっていう、そういう瞬間はあるんですよね。で、それをプロレスは教えてくれてるんですよ。そう、サイドバック貼っちゃいけないって、もうね、福西さんにしっかり言ったけどな。うん そ,うそ,うそこは臨機応変じゃない。絶対に張っちゃいけない。後ろから前にボール行くとき。前から後ろから戻ってくるときはいいけど。レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。